若松営業所若松営業所は福岡県北九州市若松区東小石町にある北九州市交通局の営業所である市営バス路線の内容を胸に東駅等の路線を担当する北九州市交通局庁舎を併地している1999年4月にそれまであった二等営業所と小石営業所を統合し小石営業所の向かいにあった響き南中学校の 土地に移転して開設された交通局各課も当営業所内に設置されている局者の一部は中学校の校舎を利用している前述の通りおむね東半分の路線の担当であり主に若松区中心部と周辺地域を結ぶ若松渡る城戸端駅を起点に運行されている中心となるバス停は若戸大橋口にある大橋通り停留所で 小倉、戸端へ向かう路線と、高須、二等、小石方面へ向かう路線、さらには、西鉄バス北九州の路線も、到底流を起点としているものが大半となっている。若松木のみ、若松駅停留所、路線が多いためここでは省略して記述する。2020年3月改正時点のものを示す。無料送迎バスこのため、門対応フェリーの乗客送迎用として、 小倉駅北口、文字駅北口と新文字港の名門対応フェリー、乗り場までを結ぶ無料送迎バスも担当する。ありがとうございます。